はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、はい、僕がね、今日お気に入りのカフェを見つけてしまったという話です。はい、もうね、多分今年ダントツだと思う。今年っつっても、もう1ヶ月も経ってないけど始まって、うん、もうそのくらいのレベルでもう大好きになっちゃったあのカフェをご紹介します。はい、こちら、よいしょ。はい、今日ね、行ってきた、まあ、初めて行ってきたカフェなんだけど、京都の、まあ、四条通りの阪急、河原町駅を出たすぐのところにある、ね、なんだっけ、もみの木カフェかなっていうところです。はい、まあ、4階にあるんだけど、ビルの、ここがね、足湯カフェなんですよ。もうね、素晴らしかったね、本当に。いやー、あの足湯を、まあ、楽しみながら、あのハーブティーだったり、まあ、美味しいね、まあ、ドリンクを飲めるとこなんだけど、まあ、カレーとかもあったかな、確か、うん、スリランカカレーとか、まあ、食べ物もそれなりにあります。で、なんか朝の5時までやってるとこ言ってたかな。うん、いやー、すごくね、いいところでね、本当に。中の、まあ、雰囲気から、あの、ハーブティーの美味しさから、足湯の気持ちよさから、もうね、パーフェクト。うん、で、店員さんもすごく本当に優しい感じの、うん、すごくね、本当にいい、もうトータルでいい感じのカフェで、うん、気に入っちゃいましたね。いやー、もう一発で惚れちゃいましたね。うん、でも京都来てね、多分一番くらいのレベルで、あ、ここいいなって思いました。うん、もともと僕ね、あの、結構お湯に浸かるっていうか、まあ、お風呂結構好きで、昔ね、ジーヤと、ジーヤね、あの、バーヤのツインになるから、まあ、ジーヤですよ。前動画でね、バーヤ紹介したけど。ジーヤと、よくね、温泉旅行にね、行っていたんですよ。まあ、そうでなくても、普段から、銭湯に通ったりとか、まあ、二人でね、一緒によく行ったんですよ。まあ、それだから、結構、お湯に浸かることのね、良さは結構知っていて、すごくね、好きだったんだけど、まあ、それをね、思い出す感じでね、いやー、楽しかったっていうか、なんていうか、癒されましたね。うん、なんかそこ、アーユルヴェーダをなんかメインでやってる、まあ、マッサージもやってるとこみたいで、時間制なんですよ、カフェの方は。なんかカフェと、マッサージ選べて、僕はカフェでやったんだけど、カフェ45分で、確か45分で、1080円くらいだったかな。で、ドリンクが1個つきます。うん、で、今回だけなのかな、わかんないけど、今回はなんか無料で5分のマッサージをなんかしてくれて、なんかちょっとクッションみたいなやつを抱えながら、ここをね、首と肩と、まあ腕かな、をね、5分マッサージしてくれて、いやー、うまいんだよね。うん、すごくね、首と肩が楽になりました。回るようになったかな。うん。やっぱり僕、YouTuber だからさ、編集とかするから、結構パソコンとかずっと見てるからさ、眼精疲労とかから始まって、この辺の、コリっていうかね、なんかやばいんだけど、それがね、結構解消されたかなっていう。うん、ほんとね、まあ、癒しでしたね。うん、癒しの空間だった。ほんと、トータルで。店員さん、雰囲気、ハーブティー。うん、ハーブティー美味しかったね。うん、最近特にね、僕、もともとだけど、お茶好きで、まあ、よく、最近特にハマってるからさ。うん、いやー、美味しかったですね。絶対また通おうと思います。ほんとね。正直ね、コーヒー屋さん行くよりもね、癒されたかな、正直。うん。しばらくね、通おうと思います。うん。冬の間特にね。まあ冬、本当にね、まあ、足先から冷えてきますから、まあ、温まってね、足湯で、ハーブティー飲んで、うん、癒されたいと思います。次はマッサージとかやってみるのもいいかもしれませんね。うん。いや、皆さんもね、ぜひ、京都来ることがあったら、あと、住んでる方いましたら、ぜひね、ちょっと行ってみてください。うん。多分ね、僕います。いいとこだった。ぜひぜひ。うん、はい。というわけで、今日のカズマックスの、サブチャンネルでした。もう、このお店はね、ほんとメインチャンネルで紹介したいくらいのレベルのね、とこなんだけど、うん。僕、今んとこまでそういうことやってないから、猫カフェ以外。まあ、やらないで、とりあえずサブチャンネルでご紹介しました。ここね、マジ、一押しのお店です。お茶とかも好きな方は、ぜひ、ぜひぜひ。はい、というわけで、はい、以上でございます。じゃあね。いやー、今日はね、癒されたよ。